工場やプラントなどでスマホやタブレットよりスマートグラスは使えるのか、導入してからの運用面などスマートグラスの選び方を解説。マチセミキャストの船越です。ビュージックスジャパン株式会社の東堂さんです。よろしくお願いします。スマートグラス、いろいろ今世の中に出てると思うんですけども、私どものスマートグラス、この本体の中に Android 11 の OS が入っております。なのでスマホに接続して使うとか PC に接続して使うとかっていう用途ではなくて、このデバイス単体でお使いいただけるっていうのが特徴になっております。なので他にスマートフォンでテザリングとか Wi-Fi もしくは USB、Bluetooth テザリングっていう形でこちら通信しながら使うことが可能になっています。まあ課題、スマートグラスですね、やはり使う前提でいくと、まあ今までスマホで普通にですね、こうかざして使ってた、スマホでこう手を使ってこう現場の写真撮ったりとか、またビデオを撮ったりっていうところなんですけど、やはりこの片手が撮られてしまう、または両手が撮られてしまう、またはビデオを撮る人間一人をこう稼働を工面しなきゃいけないというところが、なかなか現場として厳しいというところで、こちらスマートグラス、こういうような形でメガネ型のもございますけど、こういうのをかけていただいてですね、で作業しながら、もう例えば視界を開けながらこうスマートグラスで映像を映しながら、もしくはズームとか Teams、WebX 使いながら映像をライブで送って指示をもらうっていうようなシチュエーションの遠隔作業支援っていう形が今まで多かったです。でそこで人手不足とか技術継承だとか、または遠いロケーションに対してのまあケアをこういうスマートグラスでしていくというような導入がどんどん始まってきています。指示する側の人が現場に行く必要ないので、まあそこで事務所にいながら現場に対して OJT ができるというところで、この辺についてですね、ちょっとだけ違う資料を使って導入事例をご紹介させていただきますね。香川県のサンテックさんという会社さんなんですけど、主に溶接の検査業務でスマートグラス、こちらズームを使って現場の作業支援を行っています。こちらですね、特にコロナ禍において導入いただいたんですけども、ほぼほぼ海外に対してのサプライヤーさんとかお客さんに対してこのスマートグラスでこと足りたという話です。導入した結果どうだったかというと、まあ、作業効率が 75% 削減したと。これはまあ出張の時間も含めてですね、出張費がまるっと削減できたと。あとは接触ですね、非接触で作業の指示ができるというところで、こういう意味で非常にシンプルな形で導入して、これをまあ現地に送って使っていただく、サプライヤーさんに送って納品前のチェックをしてもらうとかですね、また仕上がりの状態をチェックして納品を日本からするとかですね、そんなようなこともしていただくようです。あとこちらですね、こちらリコージャパンさんなんですけども、ちょっとかなり変わった使い方しております。こちらですね、コピー機のメンテナンスでスマートグラス導入していただいております。現在ただし、地方のですね、技術者エンジニアの皆さんを就職活動中の学生さんの、まあ、インターシップと聞いておりますの中で、現場体験をスマートグラスを使ってこう体感していただくというところ、なんでこんな取り組みをしているかっていうと、まあ、学生さんを地方で獲得するのがなかなか大変で、まあ、その囲い込みのために、まあ、こういう先進的な技術を活用して現場サポートしてますよっていうことをアピール、やらしい話ですけど、学生の囲い込みも意味合いも含めてですね、こういうような取り組みをされています。結構人事とかですね、教育用でこのスマートグラスのカメラ機能を使ってコンテンツを取りためてアーカイブしてるっていう例も多数ございます。ここの会社さんですね、すごく面白いのが導入についてですね、このSDGs っていうことに絡めて導入しています。まあ、いろんな脱炭素だとかですね、働き方の改革ですとかですね、まあ、QOL ですね、生活の質の向上とか、そういう従業員の皆様、そしてエンドユーザーの皆様に別の価値提案ができるんではないかということで、今も現在、取り組んでいただいております。あとは遠隔医療で医師の方がですね、目の前の患者さんを見ながら、遠くの本島の専門の医師の方からセカンドオピニオンで、まあ、状態を見てもらってるっていう形で、長崎県でこれが行われているですね。あとはコロナ病棟で、この方看護師さんとのことなんですけども、移動が制限がある、病棟内でも移動の制限があるようなところを、こちらの映像を見ながら医師の指示をいただくというようなシチュエーション。でこちらについてはもう消毒液、本当はあまり良くないんですけど、ジャバジャバかけていただいても防水防塵の機能が備えておりますので、まあ、心配なくお使いいただけるというような形で、ね、こんな感じで使っています。こちらは大阪の再生会場ですね。あとは通信建設系でいくと、これエクシオさんだと思うんですけども、これ多分屋上だと思うんですけど、屋上の基地局のメンテナンスを、まあ、通常ですとここにもう一人いる、まあ、ツーマンで、まあ、保守するのがシチュエーションとしては多いと思うんですけど、まあ、これもスマートグラスで映しながら設定の変更だとか、状態の変わりがないかということを現状している状態ですね。まあ、こんな形でちょっと絵にはないんですけど、鉄塔を登っていただいたりとかで普通に使えたというふうにも聞いておりますので、まあ、現場のまあ保守のメンテですね、こういう形で使っていただいて
ということですね。高いところでもこういうようなヘルメットマウントを使うことによってほぼ装着感がなく使えるというところですね。皆さん実際にデモを見たいということだと思うので、ちょっとだけお見せします。これがですね、PC からミラーリングしている映像ですが、手前側が決定ボタンで、カメラのカメラ側っていうんですかね、2つが選択ボタンで、こういう感じでこう選べますと。Teams、これも普通に使えます。今ちょっとログインしてませんので、こんな画面なんですけどね。ログインすれば電話みたいな形で使えますね。今日、Zoom 使っちゃってるんで、ちょっとこちら入られないんですけど、Zoom も普通に使えます。操作系としてはですね、横にあるトラックパッドを使う。あとは音声も使えます。音声コマンドも使えます。ちょっとやってみましょう。Hello Music っていうとトリガーになりますので、今もうトリガーかかっちゃいましたね。Hello Music っていうと、左上にマイクの、まあ、インジケーターみたいなところがこう、オンになりまして、今音声コマンド言ってくださいってなってます。で、これで、右へ、とかね、左へ、とか、ね、あとカメラ。で、今私の家ですね。こちらで、多分スマートグラスの中のモニターの映像をミラーリングしてるので、ちょっと画像荒いかもしれませんが、基本 4K もやっております。結構細かい文字も見えますよ。カメラ。スタートレコーディング。テイクアピクチャー。停止。まあ、こんな感じで、まあ、レコーディングしながらも静止画も撮れっていうのが基本の機能として備えています。あとはですね、まあ、普通にブラウザーも見ることできますし、で、これでちょっと見てほしいのがありまして、クイックスタートってございます。で、こちら簡単な操作方法なんかのチュートリアルの機能もございまして、こんな感じで、どのボタンがどういうふうに割り当たってるかっていうのも見ることできます。あとですね、Vuejix のデモアプリっていうのが無料でダウンロードできるんですよ。こちらを使って、まあ、今これ、普通のこういう 2D のまず画面なんですよ。これを、こういう感じで 3D で浮かび上がるなんていうこともできます。要は AR ですね。これがこう引くと、こんな感じで使います。これ CAD から起こしてます。あとは普通にこういう QR コードに画像を普通に認識するとこういう感じで、カメラの、スペックとかこういうのがこういう感じで斜めから撮っても見えますよ。グローバルではですね、非常にロジスティックで使われているシチュエーションが多いです。こんな感じで QR コード、棚番がここですよとかですね、あと品番がこれですよとかっていうのがこう 見れると。あと製造業だとですね、まあ、こういう基板があると思うんですけど、まあ、こういう基板もですね、こういう感じで基板の絵しか普通ないんですけど、まあ、こんな感じでいろんな教育用にですね、これは何かリセットボタンだとか、またこのコンデンサーだとか、まあそういう装置のまあチュートリアルにも使える。まあこれはですね、今まだここまでの領域で行ってるユーザーさんはほぼいないです。ただ将来的にはこういうグラスを使ってこういう利用もできるというところでございます。ちょっとリアルな話します。今度ブレード2というこういうメガネ型のグラスですね、こちら使ってます。でこちらでですね、何をしようかと言いますと、この中にもうスタンドアラウンド入ってると作業のワークフローを指示してくれるソリューションが入っている。それをこれから実演します。で、この検査点検 APP っていうものを立ち上げます。こんな感じで、ちょっとブレードに関してはこう正方形の画面なんですけど、こんな感じで見えます。で、こちらですね、医療系の作業シーンの、まあ、ワークフローです。ちょっと言っちゃうと立ち上がっちゃうんで、ここに書いてある作業をこれから作業してきますというシーンですね。で、右下っていうか真ん中下あたりに音声のマークがついてるんですけど、これで音声認識しています。ちなみにこれ NEC さんが作ったソリューションですね。で、ここに書いてある文字をそのまま読むと、ワークフローに立ち上がります。留置針の固定。OK。 ここに書いてある部材ですね、これが揃っていれば OK。 今チュートリアルの映像が流れてると思うんですけど、これを実際作業しながら、一緒にやっていく感じですね。あ、こういう風にやるんだと結構大きく見えています。はい、 OK ですね。今ドレッシング剤を貼り付けていますね。これもうリピートします。言うまでずっとリピートしています。 OK。上のキャリアを剥がすんですね。これもできれば。OK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 。こうチューブをループする、まあ、方法も書いてますと。OK。ホームへ戻る。こん
な感じでですね、これ何ができるかというと、いろんな作業のワークフローをこの中に入れといて、で、新人の方にこれを渡すだけで、これできるわけです。難しい作業はなかなか厳しいと思うんですけど、簡単な作業であれば、これにはいろんなワークフローのシーンを入れて、しかも通信必要ないので、これをかけながら作業して、これサーバーをつなげて、この習熟度を集約する機能もありますので、まあ、ある程度習熟度が高まれば、これを後輩に渡すというような教育方法もあります。製造業の工場なんかですね、私も何度かいろいろ行かせてもらいましたけども、やはり、Wi-Fi が普通に機能しないっていうことも往々にしてあるというふうに聞いてます。なので、そういう場合はもう通信は必要ないです。事務所戻ってリアルに線つないで、データ吸い上げる。基本的にはもう通信しないで普通にこういうふうに使うというようなパターンも結構これからお客様のニーズとしてすごくあるというところです。で、先ほどもちょっと Zoom の話しました。非常に現場で普通に使ってるパターンで言うと、Zoom が安定して使えていますので、こちらを使いながら現場作業シーンをしていただいているシーンが多いです。で、Teams ももちろん普通に使えますが、ちょっとスマホで使うアプリケーションをスマートグラスに無理やり入れてる関係上、ボタンアサインが最適化されてないので、ちょっと使いづらい部分があります。なので、ちょっと費用かかってしまいますけども、M400 と Zoom を連携して使うっていうパターンでの引き合いが非常に多くなっております。もちろん、この Zoom を使って、この M400 の側で電源を立ち上げただけで Zoom につながるっていうようなソリューションもございます。または先ほどのように AR を書き込んで、その指示した場所自体を、こう、追随するような機能を持った遠隔作業ソリューションもございます。Zoom のデモにつきましては、また個別にですね、オンライン、オフラインともにできますので、こちら、ご要望いただければ、デモの方をさせていただきます。あとですね、メガネ型のアタッチメント、あと、このヘルメットマウント、あと帽子、あとはこういうヘッドバンドですね。医療系で結構受けてますけど、こういうヘッドバンドもあります。これはまあ、現場に合わせて使っていただくような形になります。特にこのヘルメットマウントに関してはですね、非常にこれが気に入って結構導入いただいているケースもあります。日本製のヘルメットでしたら、こういった形で、ほぼパチッとはまるような形になっておりますので、こちらの方、ぜひ試される場合は、ぜひこちらの準備していただければなというところでございます。